銀行、三菱銀行の母親とかね、うん、あでもあそこはなくて、会いに行くみたいな感じですかね、うん、あの海の中に妻がいるんだと思うとね、やっぱり、まあ、創作もそうですけども、普段 の, その練習の時でもなんかちょっと会いに行くような感じ、近くにいるのかなというような感じで。まあ、今までそうですね、創作とかいろいろしてるんですけども、うーん、妻のものはまだ見つかってはいないですね。まあ、他にはいろんなそのアルバムだったり衣類だったりっていうのはあの、まあ、誰のか分かんないんですけどね、そういうのは見つかってますね。最近でもそのご遺骨が見つかったとかね、そういういろんなニュースがあるんで、やっぱり諦めずにね、あの捜索続けるのが大切かなと思ってます。なんかそういうやつですね。でも仙台で一人暮らし、二人とも今。買って1週間だったんですよね。水没してるし電源も入らんだろうなと思って取り出したんです、ちょうどそのタイミングで。まあ、妻が送った最後の最初で、まあ、最後になっちゃったんですけど、メールがあってですね、あの帰りたいっていう一言が書いてあったんですよ。まあ、正確に言うと大丈夫クエスチョンマークがあって帰りたいっていう内容なんですけどね。まあ、それでやっぱり今でも帰りたいだろうなと、連れて帰りたいなっていうのがあってですね。